東武いい小学校の研究の概要は今ご覧いただいた通りでございます。まあ、基本的にはまずはしっかりわかりやすく教えましょうとそしてまあ学力の保障をしていきましょうそのために ICT を使いましょうそしてそれをえまあ比較的簡単な方法でしかし全ての教員で行うということからですねスタートしていきました。だんだんん 少しずつですけども考える授業まあ、教える授業から考える授業に部分部分からだんだんシフトしていきます例えばこういうふうにこの人何やってるんだろうねとこれ教科書デジタル教科書ですけどもまあ、実はこれは水の管理をしていてどうして水の管理が必要かみたいなことをまあ考えていく ですね。これ農業の学習ですけど、まあ、そういうようなことについて、えー、ICT で見せるものと、まあ、それを黒板に例えば残していくもの、えー、こういうような授業技術について、えー、若手が学んでいくと、えー、ベテランと一緒に学んでいくという形で進んでいます、えー。最初からうまくいってたわけではありません。これはまだ結構始まったばっかりの頃ですけど、先生は一生懸命実物投影で映すんですけど、映し方は、まあズームが甘くて小さいんですね。 それを一生懸命あの今度はあの中堅の先生がそ,そうじゃないよっていう教えに行きそれを心配で校長先生がさらに見に行くっていうのが子どもの前で繰り広げられると、まあ、こういうような話も、まあ、今となっては笑い話ですけどもありましただんだんうまくなってくるとただ写せばいいっていうだけじゃないよねと例えば写ってるものを子どもがちゃんと見てるのかどうかそういう教師の目線みたいなことも、まあ、子供あの先生方の中では話題になりました。 学力がついてくるとやっぱり子どもたちはあの勉強楽しいですから、まあいろんな意味で落ち着いた学校になります。あの学習規律を整え授業を分かる授業にするということと、分かってくるから落ち着いてくるということがまあうまく。 えー、まあ相互作用してるなというふうに思います。まあこういうような姿勢で子どもたちいつも学習していますし、まあある程度分かってはあのそれの上で疑問を持って話してますから結構話し合いもですねいろんな実験観察も真剣な表情になります。まあこういうのこういう授業を支える舞台裏で、えー、先生方はたくさん四十三回もの まあミニ授業権をしています、まあ、負担があるというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど43回ででできるるぐらいいのややりり方でやるっていうことでもあります、えー、ベテランと若手が混ざってこうやって協議するんですけど、まあ、これはあの本日の指導案を拡大印刷してそこに気づいたことをみんなで張り込んでいってで、まあ、これをですね話し合ったことをグループの代表として若手がみんなで説明みんなに対して説明するというようなことをやっています。 若手塾という話もありましたけども、ま、たいろんなやり方で若手塾をやられてますけど例えばこれは一番奥に座ってるのが若手群で自分たちの困ってることとかを話しそれを中堅が聞いて、えー、いろいろアドバイスするというのを手前の方にいるベテランがそっと見てるみたいな形で、えーまあ、ベテラン中堅若手がそれぞれ相互に作用しながら、えーまあ、学び合う集団を作ってるということになります。 本研究のまあ、特徴ですけど、まあ、三つぐらいかなと思います。一つは分からせる授業、分からせる説、あ、分からせるような説明から。え、その分かったことを活用する学習へと。 いうことですこれはまあ基本的には ICT で見せて、まあ、理解促進習得そしてまあ次第に活用に移っていくというようなことですね最初から活用を狙わないという形でやってます、まあ、そもそものキックフードとして学習技術、まあ、ちょっと緩かったあの若い先生がどんどん増えてきて学校全体少し緩んでる雰囲気もありましたが、まあ、この1年ですっかり落ち着いた学校になっています。 えーまあ、それは全てですね、まあ、先生方一人一人が力がつく校内研究になっていいいるととう証拠だと思います、まあ、の授業研究も人の授業の批評をするというよりも自分が授業を公開して見てもらうというふうにスタンスを変えてますし、まあ、本日中心でやることによってまあ授業の技術のレベルのまあ検討をしようということをやっています。 でそういう校内 OJT も多様な OJT の方法授業権だけではなくて多様な OJT の方法を開発しまあ原則はベテランから若手に教えるというスタイルを取ってますけど実はこのことでベテランもあの非常に成長しているということが分かってますえそういう相談が行われやすいような空気をどういうふうに作るかということを管理職の先生方が中心になってマネジメントをしています公開校内研という言葉がありましたけども公開研をやるんではなくて 校内件を公開するんだということでやってきました。ち、えー、地,地域のあの市内の先生方はですね、教務主任や教頭会に見ていただいてますので、えー、次第に啓発が進んでいくものと思います。まあぜ,ぜひあの公開件の日ご覧いただければと思います。以上でございます。